はい、今日は内もも、お尻、上半身を鍛えていきます。10分間一緒にやっていきましょう。まずは肩幅を広く立って四股踏みスクワットです。内ももの筋肉を伸ばして鍛えていきます。伸ばして縮める、伸ばして縮める、伸ばして縮める。これを30秒ゆっくり繰り返していきます。伸ばして縮める、伸ばして縮める。体が前傾しすぎたり後ろになりすぎたりしないように軽く股関節を後ろに引く感じです。かかとに重心を置くような感じでも、つま先は床から離れないように踏ん張ってください。かかとで踏ん張って内もも、お尻、内もも上がる。はい、じゃあ今度もう一個内ももいきます。足を2倍、倍ぐらい、このまま体育でやる伸脚です。体が斜めにならないように上半身はこのままで股関節を使っていきます。伸ばして縮める、伸ばして縮める、伸ばして縮める。ちょっとできる方はこう深く深く、これも前傾しすぎたり、お腹は前にしないように軽く股関節を後ろに引く感じです。つま先と膝が同じ方向を向くように内もも、内もも縮める、内もも縮める。はい、じゃあ今度は右足を前、左足を後ろを戻す。この時にこっちのお尻が張ってくるの分かりますか？かかとに、前の足のかかとに体重です。できる方は少しずつ前のお尻だけじゃなくて後ろのお尻もちょっと硬くキュッと締めてみます。ダブルヒップアップ、股関節を後ろに引いていきます。戻す、後ろに足を沿わせるような感じです。お腹に力を入れなさい。はい、反対いきます。左足が前で右足をかかとに体重、股関節を後ろに引きます。お尻、足にも硬くします。効いてきますか？これも同じく30秒。回数というよりもすると、今日はね、しっかり秒数を意識してやっていきます。膝がつま先に対して内、外向きすぎないように。はい、あと2回。よし、反対いきます。つま先と膝が同じ方向です。体幹がぶれないように、骨盤から上は常に同じポジションをキープしてください。はい、オッケー。はい、じゃあ今度お尻、またさらにいきます。仰向けです。かかとが足に近くなる、足の幅肩幅です。手で軽く踏ん張って OK。 お尻上げます、戻す、上げる、戻す。ちょっと確かめてみましょう。お尻硬くなってますか？硬くなってない方は少し膝を少し開きながら上げてみてください。お尻、太ももの裏、腰も効いてきます。あと10�秒。お尻意識、縮める、伸ばす。
呼吸を上げるときに、はぁ、戻すときに吸います。はぁ、吸います。はぁ、吸います。吸います。はい、OK。はい、じゃあ今度、うつ伏せ、もう一個お尻いきます。かかとを合わせて、90度。恥骨でマットを押す感じを持ったら、かかとを天井部、天井部、これも30秒頑張っていきます。お尻効いてきますか。かかとを天井に引き上げる、お腹に力を入れて腰に噛まないようにしっかり恥骨でマットを押し込みます。あと5秒、はい、OK。 はい、じゃあ今度脇腹です。両足まっすぐでくっつけましたら、この状態でまっすぐ上げます。まっすぐ上げます。まっすぐ上げます。脇腹わかりますか。体上半身あんまり動かない、手で踏ん張って OK です。足をくっつけてあげることで、より脇腹の筋肉を鍛えていくとともに、内ももも効いてきます。休みなくこれも30秒。はい、じゃあ反対いきましょう。まっすぐお腹に力を入れて、骨盤がこうくるっと回らないように、上げ下げをくびれですね。すごく大切な筋肉です。あまり普段使わないのでですね、こうやって自分であえてトレーニング入れていくといいと思います。はい、 OK。 はい、じゃあ今度内ももと脇腹を鍛えていきます。この状態、脇腹の引くポジションを取りながら、上の足を曲げていきます。で、下の足は体に沿わせるようにまっすぐですね。この状態から上の手で今度は下の足をタッチ。これも30秒。脇腹、内もも、これはね、恥骨を返して斜めにつながってますので、一緒に鍛えることで動きやすく、日常生活でも疲れにくい、動きやすい体を作ることができます。これも休みなく、常にこう心拍数をある程度高めた状態で動かしていきましょう。聞いてきましたか。はい、じゃあ反対いきます。このね、移動の時も早くスッといきましょう。はい、じゃあ内ももでマットを押さえて、上の手で下の足をタッチ。難しい方はこっちの手でね、下の手で踏ん張って OK です。しっかり体を起こすことが脇腹の引き締めにつながります。聞いてきましたか。内ももと脇腹です。何回も繰り返すとですね、聞いてきますよ。道具はいりません。ちゃんと正確にフォームを意識してください。はい、 OK。 じゃあ今度は下腹部いきます。肘をついて膝を抱えます。足くっつきます。ここから右斜め、左斜め、交互に動かして、下っ腹、脇腹をちょっと意識します。腰を反らないように、これも同じく30秒。右へ倒したらこの辺です、ね、脇腹から下腹、左へ蹴ったら右の脇腹から下腹で、腰を反らないようにお腹にはしっかり力を入れて、やりましたら足くっつけたまま膝もくっつけて90度90度つけます。上腹部いきます。タッチタッチタッチ、なるべく足が遠くならないように引きつけたままでタッチ。腹筋ってね、筋肉が伸びた状態の方が多いので、こう縮まして行うとかなり姿勢が
良くなったりとか、あとまあ筋肉の代謝も上がってきます。あと5秒4 3 2 1。はい、 OK。 じゃあこの上半身、胸回り、腕回りで、腕だけですよ。手を肩幅と広めに取ります。で、足をちょっと浮かせます。ここから肩甲骨を互いに寄せる、腰がこう引いたりとか反ったりとか、顎上がったりしないように回したい。体幹を動かずに回したいと思います。できる方は膝を伸ばして、しっかり肩甲骨寄せる、寄せる。あと5回、こう1 2 3 4 5。はい、 OK。 はい、じゃあ今度は背中です。うつ伏せです。で、 V 字です。で、つま先はしっかりこうマットを押すような感じ、できたら恥骨でマットを押す。このまま両手を前に W です。はい、背中わかりますか？こう振ればいいですね。親指の前にダブル、肩甲骨寄せる寄せる寄せる、前ダブル寄せる、肩甲骨前ダブル、肩甲骨と肩甲骨の間に褐色脂肪細胞という脂肪の前細胞があります。肩甲骨をしっかり動かすことで痩せやすいになってきます。ラスト3、寄せる、愛、肩甲骨を寄せて愛で、ラスト1、ギュッギュッ。どうでしたか？ちゃんと消えてきましたか？また来週。